マリサ先生、マリオメーカーが、したいです。お前には向いてねえ。諦めろ。そこは、諦めたらそこでこながらっていうところじゃないんですか？私だって、自己流で努力とかしてきたんですよ。全く成長していない。畜生めー。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況遊んでいきましょう。今回は注目の難しいから、始めるザーン、6面取りクインテッドさん、これ6面取りでいいんですかね。クリア率は 6.5%、 ベストクリアタイムが1秒なんだよね。ちょっと気になるんで遊んでみましょう。始めるザーン。なんかやけにテンション高いですが、これはワンフレ、ワンフレなのかな、それとも普通になんて言うんだろう、右押してるだけでいけるのかな。いけないよね、ワンフレだね。おい、行けたー。あ、そっか、帰りもやらないといけないんだ。すっかり忘れてた。はい、余裕。ベストクリアタイムにはちょっと変わらないのはないけど、まあまあ、まあまあいいタイムなんじゃないでしょうか。そんなわけで今日の最初のコース無事に終わりました。お次のコースはこちら、ハロウィン大会ヒヤヒヤお化け屋敷でスピードラン、りょうさんのコース。ベストクリアタイムは18秒、クリア率 8%。 いいねランキングも難しいから遊んでいきます。まずはこれは三段ジャック。今みたいなスタートは珍しいけど、これはボタン押しっぱなしでいいのかな。だいたいね、こういうのは押しっぱなしで大丈夫なようにできてるから。今のはすごいわ。今のはどうなってるか分かんないっていうか、ここどうなってんだい、落としたなとか。あっ、扉があった、扉があった。完璧。完璧じゃないか、扉に気づかなかったからね。ブラパの挙動を読み取ろうか。ブラッドピットの挙動だったら読み取れるんだけどね、ブラッパの挙動は読み取れないかもしれないって何を言っているんだい。俺は大丈夫だよね。普通にこの高さだったら加速つけてジャンプできるもんね。全然余裕。ほい。あ、中間ポイントもある。どっかででもあのスタート地点に戻るんでしょ。これ余裕じゃんね。全部この一方通行で加速できるから、ほい、楽勝楽勝。この鍵付きの扉は何なんだ。どっかに隠しでも、あ、嘘だろ、畜生めい。ブラパの挙動読み取れませんでしたよ、畜生めい。お次はこちら、お急ぎの方は土管からどうぞ。パイプはファーストクリボーさん、ゴーちゃんのコースかな。早速遊んでいきましょう。もう私いつも時間に追われて時間がないんでね、さっさと土管からクリアしていきましょうか。このアミーボはなんていうキャラなんだろうね。ピピー、なかなか可愛らしい見た目ですけど、宇宙服のヘルメットみたいなのをかぶってる。あー、カメックが出てきた。全然可愛くねえ。この土管に入るとクリアできるのかな。まあいいか、普通に進んで行ってみるよ。当たっちゃったーい、カメック。アミーボを退治したい。アミーボ、アミーボゲットだぜ。なんか男の子になった。なんだっけ、わかんないからいいや。アミーボ結構わかんないんですよね。よいしょ、これなんかある。カメックかーい、またカメックかーい。なんでカメックがこんなに出てくるんだよ。カメックなんかいらないよ。さてさて、この先も一応ね、土管に入らないでこのままゴールを目指してみたいと思いますよ。上のパワーブロックが叩けないでしょ。またどっかにカメックさんでも入ったりするのかな。あ、プリン、プリンってこんな鳴き声だったっけ。鳴き声は別にいいのかな、どうでもね。よし、下に花ちゃんがいた。上にも来るんじゃないの。あ、登ってきたよ。まさかそう来るとは思わなかった。うわ、こっち来る。この辺まで引き寄せておいてからの一気、下に降りるでしょう。危ない、倒せ。次どっち、あ、上だ上だ上だ。嘘だ嘘だ嘘だ、危ない、間に合った。
危ない。っていうかこれ、え、無理じゃない？無理ゲーじゃない？無理無理。ああ惜しかった今のは。よし、今度はプリンのままこっちまで来られましたよ。これだったらいけるでしょう。こっからは未体験ゾーン。潰される潰される潰され潰され、嘘だ。もうね、急いでるから土管からゴールしたくなってきたよ。このめちゃくちゃ難しいコースは一体何なんだ。これもまたクリア率詐欺コースだ。最近なんだろう、クリア率高いのに難しいコースが多いってことは、やっぱりプレイしている人の腕がみんな上がってきているってことなんだよね。難しいコースでもみんなが簡単にクリアしちゃうからクリア率は高くなっちゃうと。危ない危ない危ない。花ちゃん、君はこっちまで お呼びでない。よいしょ、上に行って、あーびっくらこいた。ここをどうするかだな、さっきからな。潰されちゃうんだよね。よいしょ、ここだ。下に行って降りて、シャンシャンシャン、クリスマスじゃないんだから。よいしょよいしょ、シャンシャンシャン。あっ危ねえ危ねえ、はい、床あるのかい。よかった、床ないのかと思った。危ねえ。もう最後の最後までハラハラドキドキ、最高だわこのコース。はい、お次はこちら 9-1 キラキラスターラビーンローランさん。この方のコース、以前確かラストのなんだっけ、クッパ城のコースを遊ばせていただいて、20回記念用の動画にもコースを送っていただいてるんですけれども、クリアできてなくて、というかまだプレイできていなくて大変申し訳ございません。多分いけるところといけないところがちゃんとあるんだと思うんだ。このブロック壊せるところ壊せないところ、しゃがみで体当たりができないよ。あ、やばい、これ多分キノコのまんまじゃなきゃダメなんだと思うんだけども、もうまずくない？これはなんだろう、キノコかな、ファイヤーかな。よいしょ、取れなかった、畜生。しょうがない、ゆっくりゆっくり進んでいくしかないけど、スターがあるけど取れないじゃないかい。基本的にほとんどのところにはスターが入ってるのかな。コースのタイトルからしてその可能性は高そうなんだけども、よいしょ、これキノコでしょ。キノコだと言ってくれ。違うんかい。どっちに行けばいい？あれ、今どっから来たっけ。こっから来た。詰んだ。ダメージ食らったらもう進めなくなっちゃう。ほい、入ったのは行けるところが見当たらないんだけども、あ、こんなところにキノコ発見。よし、でこの P スイッチをここで押しちゃう。あ、そうすると右側に行けるようになった、よかった。ここでスターを取って上か。よいしょ、上に登っていく、登っていきたいけどハマっていく。パワーブロックを取ったら戻って、さっきのブラックパックも倒してあげると、また右側の土管に進んでいけますよと。このコースも迷路コースになってるみたいだけど、そこまで難しくないから頑張りる。あ、ちょっと待って、 P スイッチの効果時間中にここまでも、あ、あぶねえ、はまったかと思った。あぶねえ、ここのパワーブロックをないと帰り道が塞がれちゃうんだ。 P スイッチこの辺でもう一回出てくるよね、確か土管だったと思うから。ほい、出ておいで、出てきた。よーし、どこだっけ、こっちの土管だよね。 P スイッチ踏んで、ほい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 。あ、パワーブロック1個持っていけばよかったかな。甘いか。赤コイン取って、下に降りていけばいい感じ？はい。あ、降りられないんだけど。よいしょ、いけた。中身は、下か。まあ、いいや。これに乗って登っていく。次は？多分ここでいいんだよね。入ってみよう。壊せない壊せない壊せない。あ、ここのちくわ。よし、これでやっと中間ポイントゲットからの
あれ今、舌はどこ行った？舌は。これは一つずつ全部のエリアを待っていけみたいな感じ？ネットをかぶったら、どれか一つだけアイテムが補充できる感じだったのかな。まあそうだと思うことにしておこう。あーはー。いや、まだ大丈夫。まだいける。ほい。ダメかー。とりあえずここに入ればやり直しはできると。メットもう一個持っていこう。マントが良かったなー。マントが欲しかった。まあもうしょうがないからとりあえずどんどん進んでいきましょう。終わったことは、ぐちぐち言っても仕方ない。いやー、マントじゃない、やめっと持ってきてよかったわ。おかげで助かったよ。チョロプーさん怖いな。トゲゾを投げてくるタイプじゃないのがまだ救いかな。これはこっちに来てるタイミングで乗ればいいのかな。あっは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 っ、びっくら超えた。このパウブロックは1個おまけでいただいていきましょう。降りるよ、降りるよ。さて、本当に大丈夫？ B スイッチこれ踏んでいいのかな？踏んだよ？入るよ？ここまで結構な時間かかってるんだけど、本当に大丈夫？上にも B スイッチあるんだけど。大丈夫だよね？こっちで合ってるよね？今かなり疑心暗鬼になっておりますが。わーって、ファイヤーもらったけど、上に上がる。よし。上がれ、もっと上がれ、もっと上がれ、どこまで上がれ。この辺違うんかい。お、中間ポイント発見。これ入っていいのかな。入るよ。ここ何、何があるの。中にも入れないし。なんだなんだ、何だったんだここは。パワーブロックを無駄に使ってしまったような気がしなくもない。おお、びっくら超えた。メットが外れちゃった。階段、階段か。階段作るの大変なのに、やっぱりランキング上位は違うわ。ほい、ファイヤー。そろそろメットかパウの補充をしたいところではあるんだけども、怖いよー、怖いよー。ほい、こういう時はクルクルクールさんのビビリープレイが役に立ちますね。いやー、問題は今コースの何パーセントぐらいのところにいるのかがわからないこと。もうそろそろクリアなんじゃないかなと思いたいんだけども、まだまだな気もする。ここはスピン。わはははははは、はボス戦かな。ボス戦っぽい、ボス戦っぽい、ボス戦っぽい。パウブロックを手に入れて、どうすればいいんだ。肥満ブロスを倒せばいいのかな。これでいい？いいみたい。これでいいんだよね。大丈夫だよね。信じます。お邪魔します。からのゴールだ。3、2、1、クール。迷路系のコースでこれだけ作り込まれているとか半端ないっすよ。ものすごい。造形も綺麗だしね。まあ、迷路といっても、行けるところは一箇所しかないから迷うことも、まあ少ないと思うし、めちゃくちゃ素晴らしいコースでした。ありがとうございます。さて、今日のラストのコースは、タックマメガネさん、80秒スピードラン、諦めたらそこで試合終了ですよ。先生、マリオメーカーが好きです。静かにしろい。この音が俺を蘇らせる。何度でも。みっちゃん。いやー、みっちゃんいいですね。懐かしいわ。諦めたくはないけど、なかなか難易度も難しそうだよ。でも諦めませんよ。やっぱり諦めたら安西先生に笑われちゃうしね。何よりもチームメイトに申し訳ない。チームメイトって誰だよとかそういうヤバのことはいいくなしですよ。ヒップドロップからのパウナギが遅れた畜生め。
ということで、クリボーさんをぐちゃぐちゃに踏みつぶしたら土管に進んでいきます。これは右押しっぱなしでいいやつかな。いいやつだと思うんだけど、3段ジャンプからパウ投げて、ウェイ、これ間に合うか、間に合ってくれ、間に合った、危ない、結構ギリギリじゃない。ジャックマンメガネさんのコースにしては難易度やっぱり高いわ。このコース、今のところは別に乗る必要なかったかな。まあいいか、どんどん進んでいきましょう。ちょっとタイムロスを多少出ちゃってるのが気になるんだけど、これでビッグコインは揃ったし、上には行けなかった、後で行けるのかな、それとも行き方があるのかな。右ダッシュ1アップ2個いただきます、ありがとうございます。からのスターラン、このスターランが来るともうゴールが近くなってきたってイメージがありますよね。スターの補充感覚も結構優しめなんで、まあ、切れることはない、優しめじゃない、全然優しめじゃない。よし間に合った、次はよし、これこそ本当にもうゴールの証、4秒押して無事にゴールだぜ。やっぱりね、桜木とルカワの最後のハイタッチシーンいいですよね。セリフなしであれだけ見せられるってすごいですよ。80秒スピードラン、諦めたらそこで試合終了ですよ、タックマンメガネさんのコース。何ベストクリアタイム33秒って抜け道がやっぱりあんのかな、ないとさすがに無理ですよね。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。